子の脊柱を詳しく分析する必要もありますね。分析するのも人間だ。その人間の欲望で何かが起こってからでは遅い。誰も信用できないというわけだ。そんなことは言ってない。脊柱が地球人類全てに与えられたものだとしたら、我々がこの席で決めていいものかどうかという疑問が残る。結論を急ぐ必要もあるまい。考えが一つにまとまるまで石立氏の脊柱に不審なものを近づけぬよう監視すればいい。石立氏。これまでウルトラ警備隊で集めた脊柱のデータを一式起こしてもらおう。すぐに用意できます。ただ参謀会議にかけたものと変わりません。あの金光が脊柱と関わっていたとはな。あの金光は本物の金光じゃない。俺のキングジョー計画を嗅ぎつけた何者かにボディースナッチ、もしくは洗脳された金光だ。我々も金光氏とラハカムストーンの関連は調べましたが、金光氏